ケニス・バルガス・エルナンデスは、プエルトリコのカノバナス出身のプロ野球選手、ウト・リョーダ。メキシカンリーグのサルティーヨ・サラペ・メーカーズ所属。愛称は、ゴリラ・リートル・パピ。2009年2月25日にミネソタ・ツインズと契約してプロ入り。この年に、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・ツインズでプロデビュー。35試合に出場して打率。 257、3本類打、18打点、2盗塁の成績を残した。2010年もルーキー級、ガルフコーストリーグでプレーし、39試合に出場して打率、324、3本類打、26打点、1盗塁の成績を残した。2011年は、アパラチアンリーグのルーキー級、エリザベストンツインズでプレーし、44試合に、 出場して打率3226本塁打33打点の成績を残した。同年は禁止薬物使用により50試合の出場停止処分を受けた。2012年は A 級ベロイトスナッパーズでプレーし41試合に出場して打率31811本塁打36打点の成績を残した。二千十三年は a q ート・マイヤーズミラクルで125試合に出場し、打率267.19本塁打93打点だった。オフの11月20日にツインズとメジャー契約を結び40人枠入りした。2014年は AQ ニューブリテンロックキャッツで開幕を迎え97試合に出場。7月にはフューチャーズゲームに選出された。打率 281、17本塁打、63打点の成績で7月31日にメジャーへ昇格。自身の誕生日である8月1日のシカゴホワイトソックス戦でメジャーデビュー。6番、一塁手で先発起用され5打数1安打に打点に三振だった。メジャーデビュー後は指名打者、一塁手として起用され53試合の出場で打率。 274、9 27本類打38打点の成績を残した。2015年は、開幕から、指名打者として、スタメンで起用された。しかし、調子は上がらず一時期は、A 級チャタヌーがルックアウツまで降格した。さらに同じ指名打者で、ルーキーのミゲル・サノの対等により、メジャーでの出場機会を伸ばすことができなかった。成績は58試合で打率。 245本塁打、17打点だった。2016年は打率が230まで落ちたが47試合で11に塁打、10本塁打を放った。2017年開幕前の2月8日に第4回ワールドベースボールクラシックのプエルトリコ代表に選出された。3月22日の決勝アメリカ合衆国戦に 敗戦し、2大会連続で準優勝となった。シーズンでは78試合で打率、253、11本塁だ、41打点の成績を残した。2018年3月16日にジェイク警部の加入に伴って戦力外となり、22日にウェーバー工事を経て、新種なきレッツへ移籍した。ところが、2日後の24日に再びウェーバー工事を、 経て、ツインズに出戻った。復帰直後の27日に40人枠外となり、トリプル A 級ロチェスターレッドウィングスへ配属された。最終成績は130試合に出場し、打率240、21本類が73打点だった。同年11月6日に千葉ロッテマリーンズが獲得を発表した。二千十九年はオープン戦打率級後、 三本塁打と全く打てず、シーズン中の本塁打はわずか一本であった。打率も2割を切る低空飛行が続き、11月30日、球団から、ジョシュ・レイビン、マイク・ボールシンガー、ブランドンマンと共に、戦力外通告を受け対談が決まった。2020年1月28日、デトロイト・タイガースとマイナー契約を結んだ。2021年3月9日、 メキシカンリーグのサルティオサラペメーカーズと契約した。横浜 DNA ベイスターズに在籍している、ネフタリソトとは親戚にあたる。プエルトリコでは帰り気ぶりからゴリラの異名を取り、本人も右手の甲にゴリラのタトゥーを入れるほど気に入っている。ホームランを打った際には手で胸を叩くドラミングのパフォーマンスを披露する。以前に利用者として働いて折りみやヒゲなどは自身で、 整えている。ありがとうございます。